ございます。今日はこれ霜が降りてますね。霜が降っております。はい、皆さんおはようございます。今も天気いいですけどもね、朝はちょっと冷え込んで霜も降りとりましたけども、今も天気はいいですけども、ちょっと風は冷たいというね、気温はそこまで上がらないんじゃないかなというような中ね、今日も昼から母ちゃんと定食作業でございます。そんな今日は2021年の4月10日でございます。それでは今日も気合一発、ハッピーチゲサイ。お疲れ母ちゃん。お疲れの皆さん、いつもありがとうございます。今日は暑いですよ。暑いし、あれじゃね、お姉ちゃん夫婦がおらんけ静かじゃね、ちょっと寂しいね今日は。まあまあ、さすがにあれらも今日は用事があるけ、そんなにね、なんぼなんでも毎日来てもらうわけにはいかんけども、まあ昨日の動画見てもらったらわかると思うんですけども、うちの娘ちゃんもあれ上手にね乗りよったじゃろあれね。でまたあの旦那の匠がね映画に掘ってくれたんで、あいつはねなかなかできる男でありまして、ちょっとね昨日の動画だけで終わっとくのはもったいないんで、ちょっとあれよりもっといろいろね撮れ高があるんで、ちょっとそのいかに匠ができるか、できる男なのかいうところをちょっと見てもらいましょうかね、母ちゃん。ではこちらをどうぞ。はい、休憩。お昼ご飯です。お腹すいた。おいしいです。どうした？やばい。鳥がうんちした。うんちされとった。ラッキーじゃん。ラッキーじゃない。今行った。マジ針痛かったっけ。痛いってどういうこと。えパチンって、ああうわ虫じゃった。えタレよるタレよる。あ頭に耳にそうパチンってどこ。うわラッキー。ラッキー。母ちゃんのおめでとうじゃん。あのさっきのウェットティッシュアルコールのそれは本当よ。うんまあまあラッキーってツバメかのこいつか、あいつだな、こいつが犯人じゃ。いいな。まあまあえっくっ。やっと入ってくれよ。お、よ、寄りついたの。うわやじゃんこれ。ほんとラッキーよ父ちゃん。ちょっと調べて。ラッキーあるツバメね。あ何を調べて、どういう意味か。鳥のツバメの糞が落ちた人は、うん、運が変わりか。
体に落ちてきて気分が落ち込んだあなたへ。書いてあってね、いろいろ書いてあってね、どれぐらいすごいことか言ったら、鳥の糞が頭の上に落ちてくる確率が423万分の1だと。で、これがどれぐらいか言ったら、年末宝くじ、年末ジャンボ宝くじが2000万分の1。まあ、これだったらまだ年末ジャンボの方が難しい。あ、これトトビック、トトビックが478万分の1だけ、まあ約そんなもんやろ。まあ何らかしらのそういった宝くじに当たるぐらいの確率ということや。鳥のうんこが落ちてくる。鳥のうんこ当てられるのはまだ時が当たったらよかったと。まあでも要するに非常に確率的にはすごい少ないレアなパターンいうことは間違いないんで、それがいいと取るか悪いと取るかいうのは自分次第。ツバメがハッピーを運んできたね。ね、私も私もどこまだおるよ。そういうこと言ったらお前落ちてくるそこになったらどうする。はい、ということで持っとる男は違うよね、母ちゃん。やっぱりラッキーよねラッキーちゃまラッキーよね。まあそういうなかなか普段起こらんようなことも引き起こしてしまうぐらいやっぱりね、匠は持っとるしできる男はやっぱ違うよね。うん、さすが。でうちの娘もどうですか、あの昨日も見てもらったようにうまいことを乗るしね、もうほんまバッチリよ。いいよね、はい、そんなにもちゃんと自信があるよね。うん、そうそう、昨日お好み焼き美味しかったよね。そうそう、お姉ちゃんが作ってくれたやつね。これもまたうちの鉄板がガスが切れとったけ、急遽あのプレートでお姉ちゃんが作ってくれたんで、あれの動画があるのかな。じゃあちょっとそれご覧ください。農業のケーキ？安いけダメだね。うん、安いけダメだ。はい、ということで、まああれはそばなかった、野菜だけのヘルシー広島風だけど美味しかったね。もうお姉ちゃんもね、そのもっと若い頃、うちにおる頃は料理も何にもできんし、どうなるんかいの思ったけど、もうすっかりね、ちゃんと料理もできるようになって仕事もバリバリするし、世のお父さんお母さん、娘さんをお持ちのねお父さんお母さん、やっぱりね娘子供いうのはやっぱりちゃんとなる時にはちゃんとなるけ、心配いらんね。ね、自分でちゃんとできるようになる時にはできるようになる。まあ最初のほんま若い頃はほんまどうなるかやの思ったけど、もう安心ですよ今ではね、母ちゃん。うん、ということで、まあ今日は来てないですけどもね、3日間いろいろほんまありがとうございましたね。子供娘夫婦に助けられた3日間の様子を昨日もお届けして、その続きをまあ今日もお届けしたというところで、今日はこの辺で終わりにしておきましょう。それでは皆さん、また明日。ハッピーチゲンサイ。お好み今日も食べたいの。いいんじゃないお父ちゃん。